一つ目、5月25日木曜日、北沢タウンホールで開催されるハイパーミサオプロデュース興行ハイプの全対戦カードが決定しました。はい、じゃあどんどん言っていきますね。はい、第1試合2代目ハイパーミサオオーディション、ひまわり、宮本萌歌、すずめ、渡辺美優、楽、上福ゆき。はい、これ。そして第2試合スペシャルシングルマッチ、中島翔子対吉彦。はい、やばい。はい、そして第3試合ザ・ファーストハイプ、辰巳梨花、遠藤有津組対愛の雪、桐生真宙組。以上となります。はい、全カード発表を見ても、まあ、かえって一体どんな大会になるのか、ちょっと未知な部分が発表されて、むしろより分からなくなるっていうところなんですけど、想像力がね、すごいかきたてられちゃったんですけど、こちらの前売り券も本日発売していますので、あの平日なんですけど、ぜひぜひご観戦しに来てください。お願いします。で、続いてお知らせ2つ目、こちらの4選手にリングに登場してもらいたいと思います。4選手出てきてください。お願いします。どっちだ。はい、この4名なんでってみんな思ってるかと思うんですけど、もしかして、もしかして、デビュー、デビューデビューはもうしてるよ。はい、はい、ずいぶんしてます。はい、ということですね、4選手のいろいろ東京女子プロレスの大会が決まったんですけど、それをどんどん発表していくことによって、なんでこの4選手が出てきたのか分かると思うので、まあ発表していきたいと思います。はい、まず TJPW 初の新潟大会、中島翔子凱旋興行、8月5日土曜日、新潟県上越市デュオセレッソで行います。はい、そして TJPW 初の広島大会、9月9日土曜日、広島産業会館西展示館第2展示場で行います。はい、広島、ね、あの選手の代わりに広島出身の方とかいたりします？ね、誰か凱旋の人いる？あれ、いない。こんなに人がいるのに、ね、結構広島出身の人多いイメージあるけど、はい、じゃあまあレスリニバースの向こうにきっといることでしょう。でですね、次、3年連続開催、荒井由紀凱旋興行、9月10日京都 KBS ホール。はい、そして TJPW 初の長野大会、辰巳梨花凱旋興行。あ、お、来た。はい、9月16日土曜日、長野県松本市吉星文化ホール。そしてそして、2年連続開催、遠藤有津凱旋興行、10月20日金曜日、福島県会津若松市文化センター行います。そしてそしてもう一つ、TJPW 4年ぶりの仙台大会、10月21日土曜日、宮城県仙台市
夢メッセ宮城で行います。わあ、はい、ということで、では中島さんから順番にコメントをお願いします。はい、ですね、はい、ですねですね、何ですかね、地方に行く機会がどんどん増えていく嬉しさがすごくあって、あの日本どこでも行きたい気持ちがすごくあるんです。そんな中で、地元凱旋ができるということで、凱旋なんて歌われたらすごい緊張するんですけど、美味しいものあるんで東京の皆さんにも来てほしいなって思ってます。でもちろん地元の方もたくさん来てほしいなって思ってます。テレビの前の新潟のそこのあなた、お待ちしてますはい、では新井選手お願いします。はい、3年連続の京都大会ということでとっても嬉しいです。今日来てくれた皆さん、京都にお越しやすしてください。待ってます。はい、ずっと地元で興行したいと思い続けて、やっと初めて長野に皆さんを招待できるので、皆さん2時間半ぐらいで行けるし山しかないけどきっと開放的な気分にもなれるので、皆さん来てください。お願いします。はい、今年も凱旋できるのとても嬉しいです。連戦だけどみんな来てくれるって信じてます。待ってます。はい、今月は上福ゆき凱旋興行の藤沢大会、そして来月は水木凱旋の神戸大会や伊藤真希と山下美優の凱旋興行となる福岡大会もあります。全国の TJPW ファンの皆さん、お楽しみにお待ちください。それではこの次がですね、アップアップガールズかっこプロレスの歌のコーナーなんですけど、皆さんで呼び込みをしませんか。